ガスラ。はい、まあっていうわけで今回なんですけど、まあちょっとこれもうガッツリタイトル見えちゃってるんですけど、できれば宣伝っていうことをちょっと許してほしいなっていうあ、遊戯とヴァンガードの僕はブログが大好きです。まあ診断のリストがいろいろ出たらしいのでちょっと見ていこうかなみたいな。まあ注目カードとかね、なんか意外だったなみたいなカードとかちょっと、まあ、突っ込んでいきてーなーみたいな。とりあえずまあ同日発売のものとして注目されるのはこのスリーブですよね。もう約束された勝利のスリーブっていうね、もう値上がること、値上がり待った話だよね。前の遊戯スリーブが上がってこっちが上がらないわけがないもんね。はい、定価350円らしいんですけど、多分まあ初日で800円とかいくんじゃないですか。もう近所のショップにあったらガンガン買っていい商材だと思います。まあこれは8月4日の、本番のブルーアイズに取っておきたいという人はお金をね取っておくといいんじゃないですかね。まああっちもあっち完全約束された勝利の剣だからね、打てば勝てるレベルの強い剣みたいな、ホームでね。まあこのカードプロテクターも同時発売ですよと。明日というかもう今日だね、今日インベーションメロム発売日ですよっていう。まあこの同日発売のスリーブもだいぶ高くなるので、もしなんか転売したいよとか個人的に欲しいよっていう人がいれば、なんか早めに行くのタリア大会宝具かな。そうね、大会宝具レベルだよね。もはやギルガメッシュの持ってる剣に近いよね。何よりも儲けたいぜ、転売したいぜっていう人がいるんだったら、カードなんかよりもこっち圧倒的に買った方がいいカードを買うぐらいならこっちを買えって感じなんですよ。はい、まあ、注目株ですね。まあ、スーパーレア、ウルトラレア、ちょいちょい見ていきましょうか。はい、個性体サウラビスですね。確かゆうゆう、なかなかいい効果してますよね。うん、書いてあることも薄いんでいいんですよね。まあ、儀式召喚で出ますよっていうのと、自分フィールドのモンスターを対象とする魔法トラップモンスターの効果を相手が発動したときに、このカードを手札から捨てて、その発動を無効にすることができるって、まあ、まずこれがね、強いよね。まあ、対象にしなきゃいけないんですけど、最近対象を取る効果が多いんで、まあ、これで捨てて無効にして、で相手がモンスターを特殊召喚する際に、フィールドのこのカードを持ち主の手札に戻して、その特殊召喚を無効にして、そのモンスターを除外できるっていう、まあ、ハンドからも捨てても強いし、フィールドにいても強いっていうのがね、うん、何が強いと、これ多分オッタイドアドベントと相性いいんですよね。あれ墓地からも、出せるんで、毎ターン、ペンディラム召喚、そいつリリー、オタイズアドベントの効果でそいつリリースして、サウラビスを墓地から特殊召喚、サウラビスを相手ターンにリリースして手札に戻して、相手の動き完封しながらみたいな動きができるから、割と強いのではっていう感じですかね。まあ敷くまであるよっていう、なんかそんな値段いくかなとはちょっと思うんですけど、割といいカードだった。はい、もうなんか中盤でちゃう。だからまんじゅうとリリーサーで出せるよん。うん、そうだね、そこも高評価なんですよね。7レベルってことね、あまり高くないですよね。うん、なんか何か変なコンボを発見されて超絶上がる可能性はなくはないけど、今のところ安いじゃないか。大まったり動画、こんばんは。こんばんはです。はい、スターブベノムですね。みんな大好きスターブベノムですね。まあ、うん、もうなんか特に言うことはないんじゃないかなっていう圧倒的持ち毒っていう、もうとりあえず1枚持っといていいかなみたいな。まあ今回の、割かし汎用枠ですかね。使うデッキ限られてるんだけど、最近のデッキでは割と闇属性常にワンチャンあるんでいいのではっていう感じですかね。うん、ベノムは初動高いのかわからない。ベノムはどうなんですかね。でもまあ、1000円前後ではないんですかね。まあ、1000円ぐらい安定かなと思います。このまま徐々に上がっていくのか下がっていくのかって感じなんですけど、まあ、闇属性食えるんで、まあ、何でもいけちゃうんじゃないですかね。宿まで、宿フォロまで存在してます。はい、メテオブラックドラゴンですね。なんかもうファンデッキのお供って感じ。とりあえず、レッドアイズ使うならもう3積み安定。もうどんだけの値段してようと3積み安定です。脳みそ停止して無言で買ってください。多分1枚500円前後なのかなと思います。まあ多分初動500円前後で下がっていくか、めちゃめちゃレッドアイズを組みたいぜっていう人が多かったら多分上がっていくタイプのカードですね。はい、クリスタロンですね。まあ特に言うことはないです。体験会、うん、みたいな。まあフェニキション以外の選択肢もいっぱいあるんで、別に無理してこいつを出す必要もないかなと思います。クリスタロン作りたい。まあクリスタロン作りたいんだったら1枚買っておくと良いのでは。まあ多分そんなに高くないで。はい、みんな大好きダークレクイエムエクシーズドラゴンですね。圧倒的なんか強者って感じ。なんですかね、多分そんなに高くないと思うんだけど、悲願幻影自体がすごく人気だから、なんかそれにつられて値段が上がりそうな気もするっていうカードですね。こんにちは、なんか幻影悲願すごく人気があるんで、おはようじょう、限られてるので、なんかワンチャンあるかなっていう。なんかめちゃめちゃ幻影悲願人気だからね、結構組んでる人多いからね。うん、ブーツ値上がりは待ったなしですね。間違いない。もうブーツ回収安定って感じ。ブーツ回収したけど売っちゃったんだよね。売ってくれませんみたいな。ああ、いいよ、みたいな。ぶっかゆゆゆ、シークレットは紹介しますよ。にピンで入れよ。うん、もう何も考えず、ちょっと少しでも欲しいなと思うんだったら、早いうちに1枚手に入れとくといいかなと思います。
500円前後プラプラして多分下がっていくことはあんまないような気もするんで、今のところなんかもっと強いモンスターとかが出てこない限りは大丈夫だと思います。はい、次ですね、おとついぐらいに発表されましたね、テラナイト新規です。まあテラナイト中かお前どう見てもシャドウ、みたいななんかネフィリムその他もろもろが合体してるみたいな感じの絵柄ですね。これがネフィリムなのかそれともなんかシェキナガなのかっていう論争してましたけど、これ全部合体してねっていうね、パーツの各所見てるとなんかいろんなのが合体してるよねみたいな。はい、もうなんかこいつだけなんか煉獄の騎士っていうなんか振り仮名で無理やりテラナイトにしてるから違和感バリバリだよね。これ扇風機とかカゲロウテラナイトって読めない。わら昆布イープ今どと世界どうなんてるんですかね。うっかゆゆゆゆプトレマイオスもどき。そうそう、まあプトレマイオスの調整版という感じですかね。ガビア五感っていうあれでしたけど、どう見ても介護官ちゃ介護官なんでね。まあ、調整版て、プトレマイオスだと思います。テラナイト、まあ前からプトレマイオステラナイトだけで使えれば強いよねって言われてたから、テラナイトだけで使えるんだったら全然いい調整だよね。この人、小波もさすがに学んだのだ。ぷっかゆゆゆゆ七夕の日に発表するコンマイオされ。でも煉獄の騎士だからねなんか前からテラナイトで使えたら強いよねって言ってたんで、まあ両調整だと思います。まあまあこのぐらいがちょうどよかったんじゃないかな。劣化ハンプトレ笑い。うん、まあパッと見た時は劣化ハンプトレだなと思ったけど、まあ調整版だよねっていう言い方を僕は大人なんでマイルドにしておきます。はい、シークレットマンで存在しましたよ。とりあえずテラナイト組みたいよとかテラナイト使っていきたいよっていう人はこれと、トライベルあたり持っておくといいんじゃないですかね。相手ターンにこれでトライベル出してブッパーとかね。意外に強そうです。はい、EM ウィムウィッチですね。なぜアニメ効果から弱くなったのかって言われてたからですね。安いと思います。以上、特に言うことないです。はい、クリストロン一人ですね。クリストロン組むならヒスパークです。これが多分高いと思います。軸出たらなく、うん、ここが結構高いと思うのでクリストロン組みたい人はここを早めに買っておくといいかなと思います。ケモナー大歓喜大まったり動画こいつは欲しい。うん、ここ3等必須なんで、まあ、ここを最初に初動で3枚揃えるかどうかが鍵だと思います。多分初動500円前後の多分上がっていくか、クリストロンまた組みたくないよみたいな雰囲気になってたら多分下がっていくみたいな感じだと思います。5から8かな、そのぐらいかな。1000円いかないぐらいじゃない。まあシークレット版も存在しますよ。はい、まあやっぱいるんだろうなっていう、竜王モンスター水属性のやつですね。クリストロンインパクトだっけ、なんかクリストロン系の魔法トラップに姿映ってたんで、まあ出るんだろうなとは思ってたんだけど、まあ出てきましたね。案の定スーパーレア枠を埋めてきやがりました。書いてあることは結構強いには強いんですが、まあ使うかって言ったら微妙なラインみたいなね。まあクリストロンで混ぜて、まあイグナイトじゃない、なんだっけ、メタルフォーゼみたいに初動アグニマス V みたいな感じで混ぜて使えなくもないんですがっていう、一応ガエルに入れて、カエルとかに入れて、持ちガエルを能動的に破壊することは一応大まったり動画グレードルに突っ込んでも、うん、グレードルに突っ込んでなんか能動的にグレードルモンスターを破壊することが可能なんで、まあ悪くはないんですがそこまで強くもないみたいな、そんな言うてですかね。昆布イープ劣化正しい優的なポジションになってほしい。夜の石板こいつらってイラった清流みたいなもんですかね。うん、劣化清流どうだろうな、なんつったらいいかちょっと難しいっすはい、なんかこいつね、シークレットマザーズ埋めてきましたよってね。はい、出ました。フルメタルフォーゼフルカエストスですね。なんかもう見た時から何これ強いって強い確信って感じ。はい、この効果はこのカードは融合召喚でしか特殊召喚できない。ぷっかゆーインスタントフュージョンってもらったな。なんでもともと強いテーマを強化するんだ。はあ、インスタントフュージョンってあってな、お前レベル1だろっていう感じのカードですね。あれ融合召喚なんて全然特殊召喚できちゃうんですよね。はい、インスタントフュージョン3等されるんですかねみたいな感じのカードです。で相手ダニージとフィールドの効果モンスター一体対象にしてその効果モンスターを装備カードとしてこのカードに装備できます。このカードの守備力はこの効果で装備したモンスターの元々の攻撃力分アップするよ。このカードが、はい、夜の石板と見てもめぐんシャドウ見たくなってきた。まあなんか某このそばのキャラみたいな、なんか某仮面ライダーにも似てるんですよね。超いいね、最高でしょって言いそうですね。まあ相手モンスターを装備できますよってことは。メタルフォーゼ怖い。うん、相手ターンに相手モンスターを装備でき、なんか効果モンスターを装備できるよって効果がついてるんで、実際相手のモンスターパクれるんですよね。なんかもうそれだけで強いと思います。一応スーパーとシークレットも最後の希望先生。それね。はい、まあカーディアンですね。特に言うことないです。カーディアン組みたいならとりあえず買っとけっていう感じのですね。そんなに高くないと思います。クリストロンクオンダムですね。まあクリストロン組むなら必須。クリストロン組まなくっても一応持っといても全然いいかなと思います。相手ターンにシンクロできるで水属性のチューナーなんで、まあシンクロするデッキだったらワンチャンいろんなデッキに突っ込めるかなみたいな。ク
クリストのモンサーをなんか適当に、ピン刺しなりなんなりしといても面白いかなと思います。大まったり動画やっぱりすわ、うん、スピードレードに入れといてもいいんですよね。相手段に進行できるんで、でレベル4モンスター立てやすいんで、あれはい、なんか工場っぽいところの画像で発表されたら、アロマセラフィーローズマリーですね。やっぱいたのかも、ね、夜の石板デタースーパー白目ぷっかゆゆゆゆイラストアド、それね、ミッキーユーギオー体力は買いました。なんかもうわお、めちゃしこやで、ユーギオーはか、ダメだろ、これが一番の衝撃。まあ、書いてあること強いです。普通のワンチャンなんかライフ上下するタイプのデッキにはワンチャン入れといてもいいかなと思うレベルかな。まあとりあえずイラストアドなんでみたいな感じ。はい、源流星暴天荒ですね。書いてあることがおかしいです。なんかもう大まったり動画、何これ、ローズマリーは普通に強い。まあもうなんか流星 AD 以外でもワンチャン採用可能かなみたいな。ぷっかゆゆゆゆきちってる。流星短期以外にも全然渋い。かやの、かやのかな、かやのアルマージじゃない、かやのなのかな。大まったり動画暴天荒はおかしい。でも、ね、渋いかやの愛なの、マジか、買うか。ゆゆゆゆ今季ゆう星ワンちゃん。この顔でかやの愛のボイスで喋るの欲しいわ俺。まあなんか書いてあることとにかく強いです。もうなんか全てが強いです。まずフィールドを離れた時にデッキから流星出せる時点でだいぶ強いんですよね。なんかもう今後のシンクロデッキにワンチャン流星適当な枚数突っ込んでこれ刺しとくだけでも意外に強いかなと思います。ここもありますよって感じですね。はい、みんな大好き大学のそこですね。まあツボっていうカードは、こいつクソ強い。ツボってつくカードはね、とにかく悪いことしかしないので、なんか悪いことしたいぜ、ワンチャン狙いたいぜっていう人はもうとにかく集めておくといいと思います。初動多分1000円ぐらい前後なんじゃないかなと思います。上がるの下がるの、まあ、これはあかんしぐま。なんか相手の速攻魔法で相手の除外されてるカードを戻せるんで、なんか相手のなんか除外ゾーンからカード戻すぜみたいな効果にチェーンしてこれ打っても結構強いんですよね実は。はい、みんな大好き次元障壁ですね。もう何も買わずに買ってください、これしか言えないです。野田で使ってても強いし大会で使ってても強い。大会で使うなら3等必須、そんなカードです。ぷっかゆゆゆゆ次元障壁が本命。まあ、そうですね、次元障壁本命ですね。もう何も考えず3枚買えようっていうね。初動2000買えないと思います。次元障壁はダメです。もう2000円確定ですね。2000円で止まればいい方で、もう間違いなくあの神の通告クラスのカードなんですよね。勇気遊戯王赤、これはダメ本当。なんかもうとにかく書いてあること全てが強くて、野良でも使えて大会でも使えるとかいうわけわかんないカードなんで、友達とお金が消えるカード。大まったり動画しくなら6000円、ぷっかゆゆゆゆ犠牲待ったなし。くなら多分しく5000円、6000円でも全然売れるような気がするんですよね。なんかもうしく当たったらもう爆アドって考え持ってた方がいいと思います。もはや言ってなんか言い方悪いけど積まない理由もないですからね、これなんかもう神の通告レベルのカードだと思ってくれて全然構わないと思います。もう何も考えず2000円以下だったら何も考えず買っていいです。初日思いっきり買い取り値が高いだろうな。もうなんか初日っていうか初日だけじゃなくて多分徐々に上がっていくような気がします。なんかもう前の天性の服従とかと違って、なんかもう何人刺しても強いんで。夜の石板壺はネクロフェイスとコンボ、あとプーン王国次元で磁石の戦士強化が、コンブ、イープ、効果無効化特殊召喚規制どっちかならまだマシだった。まあどっちかならマシでしたね。特殊召喚規制でもまあなんか場をしのぐだけって感じなんですけど、効果無効が一番でかかったね。なんかもう出てるモンスターも除去できるのが優秀すぎてやばいみたいな。もう何も考えず戦闘できるかですね。こんばんはアドスしないんですか。今日は違う放送ですよ。はい、っていう感じのテキストですね。まあ一通りまあ目星とこととしてはこんな感じですかね。はい、そのぐらいかな。とりあえずまあ今回もう何も考えずに次元障壁を変えと、それだけです。まあ結構優秀なパックだと思います。なんか昔のね既存カード強化のカードが多く入ってて、なんか昔のプライマルオリジンみたいな、なんか懐かしのテーマ強化してくれるよねみたいな、あれ新しいテーマも入ってるよねみたいな感じの、まあいいパックなんじゃないかなと思います。総評としてはまあ体力なツボ次元障壁と、あたりをまあとりあえずどのデッキ組むにも買っておけばいいかなと思います。とりあえずなんかそのデッキ組みたいよって人はまあ流星系のカードとかクリストロン系のカードを早いうちから集めておくといいのではないかなと思うところです。まあっていう感じで締めとさせていただきます。まあね、
転売で儲けたいよっていうんだったらもうカードなんか買わないでこのスリーブを買っておけっていうことだけことさら強く主張しておこうと思います。何も考えずになんか一元ついてなければ全部くださいって言ってもいいレベル、確実にこれ増えていくんでね、お金がっていう、なんかこんな締めていいのかな、転売したかったらカードじゃなくてスリーブを買えってなんか締めの一言なんですけど、はいっていう感じで締めとさせていただこうと思います。皆さんどうですかね、なんか注目のカードとかありましたかね。大まったり動画お疲れ様でした。はい、よろしければチャンネル登録や評価をお願いします。お願いします。 Twitter やブログで最新情報をお知らせしていますので、そちらもよろしくお願いいたします。よろしく。